ここからはいよいよ始まりました2026年の北中米ワールドカップ アジア予選っていうところですね。まあいろんなアジア予選っていうことに関して、まあこっからの、えー、まああともう2年半ほどですけど、そういう流れの中でどうやって楽しんでいけばいいかっていうところをやっていきたいんですけど、今回ちょっと僕一つ持ち込み企画といいですね。一発目はちょっとぜひ森田選手の話を参考にちょっとぜひ皆さんで考えたいっていうことがあるんですね。まず森田選手が何を言ってたか、この間のミャンマー戦の前後でちょっとすごく興味深いことを言ってたんですけど、あのもう、もう毎試合、 公式戦だから勝つのは当たり前。その上で明確な課題であったり、目を克服したり、あるいはオプションをもけるっていうことをテーマにしてやっていくべきじゃないかという話をしてました。アジア予選で1年半、まあ2年弱あるわけだから、そこをいかに大事にしていかないといけないか。だから、森田選手はもうそのアジア予選だから大変で油断できないですよ、なんか言う必要はなくて、自分たちは明らかにワールドカップ優勝っていうのは、 目指す格上なんだからもう勝つの前提。その上でこれをどうやって、えー、意味のあるものにしていくか。公式戦でもいろんなトライをしていくべきだっていうことを言ってて、なんか意識高いなと思って。やっぱそれはワールドカップ優勝なんだから、それぐらいやんないといけないと。それは難しくなりますよなんていうのは簡単だけど、それはうまい、いい試合ができなかった時に言い訳に過ぎないみたいなことを言ってて、すごくちょっと感動したので、じゃあこれから アジアカップじゃすいません、えー、アジア予選の中で、それぞれとか、あるいは、こういう段階ではこういうテーマでやっていったらいい。こういう,う、試合をしていったらいい。こういう課題を。 掲げたらいいっていうと、うような感じで皆さんいろいろお題を考えてみて、これでああだこうだ、言ってみたら面白いんじゃないかなっていうことで,ですね。じゃあ、まず僕からちょっと見本としてですね。はい。まあ、今回、ミ、うんね、ャンマーとシリア戦があって、その後アジアカップ挟んで、また再予選は、今度は北朝鮮とホームとアウェイと3月で組まれてるんですけど、僕はの北朝鮮のホームとアウェイの3月は、アジアカップに出場した選手は一切呼ばないでトライしてほしい。 つまり、アジアカップで選ばれた選手っていうのは、現時点でのフルメンバーの23人だと。で、それ以外の、こう、グループを広げる。で、あるいは、今までだったら、普段だったら、なかなかチャンスを得られなかった選手だけで、3月のアジア予選、北朝鮮とのホームアンダーウェイを試してみたらいいんじゃないかって僕は思うんですけど、皆さんどうですか、それは。えっとね、僕はね、はい。あの、ミックスですね。ほうほうほう。はい。やっぱり、あのー、こう、普段、当たり前のように、こう、リーダーシップを取ってくるような、その遠藤渡だったりとか、 まああのー、カタルゴで言えばやっぱ板倉選手、うんでまあ、富安選手も、ね、かなり責任感のある発言するようになってきてるし、森田選手もそうですけど、はい、そのうち半分外すと、はいはい、そうなった時に、じゃあ残ったメンバーがどういう立ち振る舞いをしていくか、ここすごく見たい。で、やっぱりミャンマー戦の時に中山選手がキャプテンマーク巻いて、で巻くまではそんな別に驚かなかったと言われた時も、別に自分はキャプテンマーク巻こうが巻かないが、 あの言うことは言ってたしって、でも、巻いてピッチに立って、やっぱ違ったって言ったんですよね。だからやっぱりあの、まあ、そのキャプテンマークをその時に誰が巻くかは分からないですけども、やっぱりその今、一緒に戦っている経験のある選手が、半分ぐらいはいない状態っていうのを作って、どういうふうな、そういう,こうあのミックスさせた、フレッシュな選手とミックスさせたときにどうなるか、これがフレッシュばっかりだと、またそのフレッシュ組がまた次までやって、またちょっといいわみたいになってしまう。 ののかなと思っているので、うん、やっぱりこう混ぜるっていうのはフルフルで呼ぶ必要はなくてもやっぱ混ぜるは大事かなと思ってます混ぜるのは危険じゃなくて混ぜるるが大事、はい、<laughs> なるほど僕はやっぱり新しい選手を入れるとか今までそのアジアカップに入れなかった選手を入れるってこと自体は全然いいと思うんですけど、はい、やっぱこうなんか B チーム感というか<ー>そういうの出しちゃうと逆によくないのかなと。 で、やっぱチームとして継続していくっていう部分も大事にしなきゃいけないところは絶対あると思うので、で、逆に言うと、ちょっと経験が落ちる、あるいは、 そのプレーの質なり強度なりが落ちる選手を選ぶということになると思うので、こう、代表チームの基準自体が一個下がった状態で代表チームを体感するんじゃなくて、やっぱその高いレベルの基準強度を持ってる選手たちに混ぜる形にしないと、下の選手も育たないと思うんですよ。だ半分ぐらい残すっていうところの半分をじゃあ誰残すかっていうところで、ある程度クラブとの利害を一致させたいというか、はい、うん あの、我々にすごく気を使わせるアーセナルさんなんかに対しては、まあ、富田さんお返ししますからって言っておいたりして、<laughs> 代わりにシントトロイデンだとか、あとはこうステップアップリーグのクラブとかの中には、こう、代表で活躍するんなら、うちの選手の価値高まるじゃんっていう考え方するクラブもあると思うので、じゃあそういうところは話先々に呼ぶとか、しながら半分残すっていうのが一番いいかなとは思ってますけどね。うん そうか。で、じゃあ、そういう感じで。あとは、じゃあ、森田選手が言ってたみたいに、じゃあ、ちょっとテーマっていう意味では、他になんか皆さん、こういうやつをやってみたらいいんじゃないかとか,か。ちょっと僕は、一個あります。お,おどうぞ、はい、川さん。はい、どうドプラス3に和はの和はい。はい、これはですね、あの、要するに、なんでしょう。 そのテーマとかって、まあ、相手次第というか自分たちの状況次第みたいな部分もあるじゃないですか。例えばシリア相手と北朝鮮相手で同じテーマのはずねえじゃん、うん、みたいなのもある、はいまあので、そうじゃなくてもっと普遍的なものとして何かっていう考えたときに、僕はこう今26人編成になることも多いじゃないですか。こう23人じゃなくて。そういう時にこにその枠に なんだろう現状のつまり24番目、25番目、26番目の選手を呼ぶんではなくて、あの、より若い世代にそこに枠を与えるというか、チャンスを与えるっていうことを、まあ、継続してやっていくっていうのは、今、まあ、さっきも言いましたけど、やっぱ今の日本代表めちゃくちゃレベル高いんで、そこの強度なり基準なりを知るっていうことと、 あと、単純にそいつその今の A 代表の選手たちの背中を見て感じるっていう効果、下の世代になればなるほど、僕は大きくなると思うんですよね。でまあ、そういう機会をこう、しかもワールドカップ予選という真剣勝負の空気感をなになっている A 代表でそれを味わうっていう経験を僕はさせていくっていうのは、まあ、すごい価値があるんじゃないかと。 でただ、もちろんなぜ26人呼んでるかというと、今回みたいにね、こうボロボロと来られない選手が出るとか、怪我しちゃうとか、病気になっちゃうとかいうケースは、まあ、当然起こるというところで、じゃあそういう選手がじゃあベンチに入って、おい、左サイドバックいねえぞ、お前使うしかねえじゃんっていうふうになる可能性はありますよ。ありますけど、でもそのリスクは取っていいんじゃないっていう。で、それで手をこうそのじゃあお前ここはお前しかいねえんだから頼むぞって送り出すっていうことが起きてもいい。 起きてもいいでもっと言えば練習の中で、おい、こいつ思った以上にやると使えるじゃんってなって起用されるみたいなことも起きてもいいし、なんかそういう形で僕は、こう、継続的にティエーエイジャーの選手を入れていくっていうのはありなんじゃないっていう。 は思ってます、はい、だから伊藤博己選手がしュつガルトのセカンドチームに入るはずだったのに、ちょっとトップチームで呼んでみたらいいからそのままトップチームになっちゃったみたいな現象が代表チームに起きてもいいんだよねっていうことですよね。起きなくてもいい。うん、逆にその呼ばれた選手がそことの差を痛感して、まだ俺今全然ダメじゃんっつって帰ってくんでも全然なる,なるほど、なるほど。これについて川地さんどうです,すか地、はい、僕はね、あの、おおむね賛成なんですけど、 ただやっぱりあのパリ五輪予選があるのでそこに結構そこのチームが煮詰めていかなきゃいけないっていうのをコンディショニングとかあカリさんそこは誤解です、うん、パリ五輪のそういう世代の選手は逆に実力で入ってきてるださって感じですねあ<ー><そ>あああああ個人的にやっぱりあのあも したか、それじゃあ思ったのは、二千二8年の五輪に出るような選手ってことですか。現状のティーンエイジャーたちですね。あ、はい、な,るなるほど、なるだ現状で言うと、なんか早川だったりとか、まあ後藤だったりみたいな、そういう。わ、うん、かりやすく言えばね。うん なるほど。で U19 枠を新設、プラス3を U19 枠にするみたいな。なるほど、なるほど。逆に22歳、23歳の選手は、そんな下駄履いてえないことはないよっていう。それはいいですね。それいいですね。確かに、確かに。あと、まあ、そこにプラスして、別にまあ、実力、基本実力でいいんですけど、ただやっぱり、今回、佐野海舟選手なんか見てても、やっぱ2000年12月みたいな選手は、これまでやっぱり、結構能力あっても、 こう、絡んでこれなかったっていうところもあるので、だそういう選手たちのこう見直し。うん、はい。あもちろんだから実力本位で選んでいいんですけど、ただそこをちゃんとその、もう一回その強化部じゃねその、あの、代表スタッフが、うん、あの、見直して、またなんか佐野海修みたいな選手がいるんじゃないかと、まあ、藤井選手ももちろん含めて、はい、そういったその、 境遇の中からこう出てきている、やっぱりその J リーグなんかでも活躍している選手だったりとか、あとはまあ9、2000じゃなくても99でもいいですし、あの、藤本勘也選手みたいな、例えば、あの、ヨーロッパ組、海外組でも、だそういう選手のなんか掘り起こしみたいなのをしていく、積極的にしていく期間にしてもいいんじゃないかなと思ってます。 そうですね。でも、そっちは逆に23人の枠の中で考えてください、ねああ。そうですね。<laughs> はいはい。確かに確かに、ね。はい。でそ、その、まず今回の佐野開始もそうですけど、そこに割って入る力がありますよっていうのをリーグ戦で示している選手を抜擢していくっていうのは、うん、それはまあ、代表チームとしてはすごく自然なことで、別に特別なことじゃないと思うんですよ。でそうじゃなくて、えー、そう、あの、エクストラ枠でっていうのが僕のイメージです。はい、なんかね、<ー>あの、前にトレーニングパートナー東京五輪の 呼ばれてたじゃないですか。6人ぐらい。うん、で、その時に、あの、はい、川端が言ったのが、あの、ジョエル。うん。なんか、トレーニングでこれ、あの、本メンバーよりいいじゃん、みたいな。うん。うん。<laughs> だから、3プラス、そう、3で、もし彼らが、その、公式戦登録されなかったとしても、もしこれいいぞっていうやつがいたら、あとは怪我人とかも含めて、ベンチにしちゃうみたいなね。うん、そ,うそうそう。<laughs> まさにそういうイメージですね。2010年のワールドカップの香川真司みたいなね。うん。 多分、あのね、バックアップインバーならめちゃいいみたいなね。<う>はい、キミ清さんはこの川端案どうですかあいや、逆になん、川端さんがそう考えた理由として、なんか今のアンダー授業に対する不満とかがあるのかなとか、<ー>そういう背景が実はあるのかなってちょっと思ったんだけど、どけど質問したいなと。いや、もう一個あるのは、はい、今の A 台のレベルは高い。で、こう、なんでしょう、フラットに比べたときに10代で入っていける選手っていうのは、まあ、ちょっといない。 というところですねで逆にこうより高いレベルを早めに体感させてであの彼らにお前らまだ足りないよっていうのをなんかもっと肌で感じてほしいなっていうところですで。逆に言うとそのステージがあることでこうじゃあ U18 の代表に入ってますよしじゃなくていやでもそこからさらに A 代表のここに入っていくのがそ,それを継続してやれないとダメだよねっていうイメージを持てるっていうところはあるかなと。 それはあれですよね。あの、トレーニングパートナーっていうふうに割り切ってしまうのと、トレーニングパートナーだと、あの、僕はダメっていうイメージですね。頑張れば出られるっていう。そうですよね。そうですよね。ちゃんと人参を見せて、でもめちゃくちゃ高い位置に人参があるみたいな。はいはいはい。の方がいいと思います。なるほど。一応ちゃんとメンバーとして選ぶと。プラス3だけど。はい。なるほど。それは説得力があります。いいですね。川尾さん、それはいいですね。 同時に合宿とか活動があっても A 代表に呼ぶあ、U19。そこはケースバイケースで逆に言うとプラス3なんで、じゃあ世界大会あります。世界大会キャンセルして A 代表のプラス3とか、それは何節だろうなと思います。強化合宿ぐらいなら A 代表が。これね、あの、アギーレが言ってましたよね。公式戦があるんだったらアンダーだろうがそっちに出るべきだって。はい。公式戦とかね。本大会がね。真剣勝負があるならね、それは。そうですね。確かにそうです。はい。 うん、君さんはじゃあ逆にこう森田選手の身になってこう課題とかをこう設定したりとかテーマを掲げるとかなんかあるやり、やってみたら面白いんじゃないかなあるいはっていうのはありますかうん、ピッチ内のこととピッチ外のことがあってピッチ外のことはだいぶ話が外れるんで先にピッチ内のことから言おうと思うんですけどピッチ内の話からするとあの今多分森安さんの起用を見てると中盤のこうフラット化というか6番と8番の なんかこう、区別をなくすような起用の仕方をしているのかなと思っててうん、うんで、最近、日本が成績残してるのも、そこがすごく大きいと思うんですよね。なんかこう、4231と4141に、結果、そんなに変わりがないような動き方をしてるというか、カマンダがトップ下にいても、まるで、小池い事では右のインサイドハーフみたいな折り方するじゃないですか。その辺の中盤3枚の、そんな変わりがないような動き方をしているので、6番だから、8番だからっていうのじゃなくて、 その、もう、どっちの選手でもどこにでも入れるような動き方をすることで試合に柔軟に対応できるっていう方向に進んでると思うんですよね。で、伊藤敦恵アナが言ってたんですけど、はい、彼浦和だと完全に8番なんですよ。でも6番で起用されてて、そこの分のやりづらさみたいなものを試合の後になると言ってたんですよね、先月。で、どうしてもこの6番のポジション慣れてない。やっぱあそこでの捌くターンとかまんま他の選手に比べてうまくないですし、慣れがないってことはやっぱり言ってて、でもそこで、 あの、ファーストで使ってるんですよね。うん、逆に佐野回収なんかは、起用して最初はアンカーに置いてたけど、すぐ上に上げたじゃないですか。6番っぽい選手だけど、8に移しましたよね。で、8に移したらちょっとやっぱ、パスミスとか、ちょっとタイミングのずれたような動きとか、とそもそも動きすぎとか、割と僕は目についたんですけど、うん、わ,わざと、だよなって <laughs>、この2人の起用の仕方を持って、見てる、見て思うんですよ。この8と6の平均化みたいなところ。うん、いやカマの、 ね鎌田の動きとか聞いてるところなんかも、やっぱ彼も6と8を行き来するような動きしてて、それがめちゃくちゃ聞いてるんで、ああいう、なんか鎌田森田量産化計画というか <laughs>、なんか、<laughs> そういうことやってるように見えるんですよね。これね、あの、大岩剛さんやってますよね。結構意識的にも。だからこれ森安さんと結構共有してるところもあるのかなって、その A 代表に、A 代表経由パリ五輪行きっていうのを掲げてるところで、その、やっぱりその企業法を見てると、どっち側でもできるようにしていく もちろんスペシャルっていうところはどっちかあっていいんですけど、ベースっていうところで、やっぱその6も8もこうできるその状況を作っていくって、その松木玖生だったりとか、山本利人藤田ジョエルチマの起用法なんか見てても、本当にそういうところはあって、だそこと結構なんか、今、やっぱり代表のファミリーの中で割とこう共有してる問題なのかな、課題なのかなっていう風には見てますね。あでもそれを言う話で言うと、この間のミャンマー戦、森田選手が最終的にアンカーで出たじゃないですか。うん あれ、出る前に、七海さんに、七海コーチに、どっちで出るって言われて聞かれたらしいですよ。うん、<laughs> アンカーで出るのか、うん、その8番、まあいわゆるユインサイドハーフ的でやってみるのか、まあテストだから、どっちでもいい、どっちやってみたいって言って、うん、森田選手がある試合は一応アンカーっつって入ったらしいです。だスタメンだと田中選手が、うん、田中選手がアンカーだったじゃないですか。うん、で、あれ、 海舟選手と、まあ森田、そこに田中海舟、田中海舟がいて、森田選手がそこに入るときに、インサイドハーフに入るのか、それともアンカーにして、田中選手を上げるのかっていうのはどうするか、どっちでもいいよみたいな感じで。だからまさにそういう感じはあるかもしれないですね。えー、うん。なるほど。そこそこシームレスにやるのはもう前提なんですよね。はい。 うんうん、確かに遠藤選手も鎌田選手も、やっぱ現代サッカーに求められる仕事が、それだけあのポジションってじゃあ、8番でやられても6番的なポジションを求められるし、仕事を求められることもあるし、6番って起用されても8番的な仕事を求められるから、結局、オールラウンドな能力がだんだん求められるようになってきてるっていう分析をしてましたけど、まさにそういう状況、トレンドをちゃんと踏まえてるっていう言い方もできるかもしれないですね。そうですねあとはやっぱ相手の対策を上回るみたいな部分でもこう こいつは6番の仕事しかしません。こいつは8番の仕事しかしませんっていう相手よりも、<laughs> こいつ6番っぽく見えても実は8番にもなれちゃうな。か8番っぽいのにこう下がって受けるのも全然いけるなみたいな。そういうのがこう、やっぱ相手にしてみるとより研究できないというか対策できないっていうの、部分もやっぱ現代サッカーですっげえ大事だなっていうのは本当感じます。 この間のアンダニージン、うん、アルゼンチン戦なんかも、アルゼンチンが途中からこう、アンカーがいないと抑えづらいようなポジションに選手が降りてくるようになって、まあああいうのだったらダブルからちょっとアンカー気味に一人いるような形にっていう、動き方はやっぱそこら辺の6、8、うん、平均化みたいなところから生まれてくるのかなっていう対応は、そう思うので、そういうところに、やっぱ、でもまだ、まだ伊藤敦は戸惑ってたんですよね、まだ。はいはい、この6への適用に。 で、その回収もちょっとノッキングは初めての試合だったんであったっていうところを、まあ継続してチームに入れとくことで、やっぱ経験しないと多分それシームレスにならないと思うんで、うん、ずっとチームに入れとくことで、まあ、 もう一回言うけど、鎌田森田量産化計画を進めたいとこですね、この二次予選、ね、そ,うそうですね。だからこう逆に言うと、そうやって選手をそういう起用することで、まあ佐野も伊藤も俺こういう部分足りねえなとか、こういうとこ改善しないと代表生き残れねえなっていうイメージを持たせて帰らせるというか、そういうのを意図的にやってると思います、森谷さんは。うん でも実際にその9月のドイツ戦でも、明確に4、2、3、1でスタートはしたものの、まあ、鎌田選手が右の結構アウトサイドに流れていくのを見て、森田選手はだから、ダブルブランチの一角で起用されてたんだけど、バランスを見て逆にこう左、インサイドハーフ的に動こうとしていや、そうなんだよ。あの森田の潜る動きがめちゃくちゃ効いてて、あの3人の連動が最高だったんですよね。もうあれはもう、6、8、10みたいな、そういう固定した位置から生まれるものじゃないんで。 あれが本当に必要だなっていう。 ちょっと感銘を受けますね、はい、あれはあとはカナダ戦なんか、10、10月のカナダ戦なんかは4141っぽくスタートしたけど、田中王選手が途中から降りて遠藤選手と並ぶようにして、南野選手トップ下っぽくしたのは PK のシーンで前半ハマってないから、前半 PK があったと思うんですけど、その時間帯でちょっとそういう風にしようっていうのは言ったみたいな。なるあるいは6月のペルー戦は4141っぽい、442みたいな守備のブロックをしてたんだけど、それを4141の守備のブロックに直すかっていうのを、えっ、ー、と、日本の1点目が生まれた時に聞いて、 逆にコーチ陣は4141っぽくするって言ったけど、遠藤選手とかが44人っぽい守備のやつで、三笘がちょっとバランス取ってみたいな感じで行きましょうみたいなことがあってるから、まさにそういうところは。 ある意味で、こう柔軟にというか,か、そこもカメレオンでやれるようにしてるのかなっていうのはあるかもしれないですよね。なるほどね。だから、市民さんは、こう言語化するとそこをもっと、いろんなそういう役割を今固定化されちゃってるから、いろんな選手にそういうことを試させたいってことですかはい。もう、その、出発点っていうのはやっぱ前回の最終予選だと思うんですよ。あの、森田、田中、青、遠藤の3人の中盤はまさにそれができてたと。うん、でも、それ1人変わったらもうできなくなっちゃう。はいはい。うん、これはどうにかしなきゃいけないよね。 でも、それに割って入れるのは今、鎌田とかちょっと増えてきたけど、でもまだ足りないなと。でも鎌田選手ぐらいです、ぐらいですよね、逆に。そうですね。だもっと増やしたいっていう量産化計画ですね。あ、それをやると。なるほど、はい、なるほど。 それは確かにいいかもしれないそれ、ね、じゃあ、彼らをちょっと順番に休ませるぐらいな感じで。そうですね。はい、はい。今回3月はこれら呼ぶけど、ここは呼ばない。うん、6月はここを呼ぶけど、呼ばないとか、そういうふうにして。うん、なるほど。それはそれ、今の生命線でもあるから面白い、ね。生命線ですね、ほんと。うん。確かに確か,になんか森田、鎌田、量産計画ってネーミングもいいですね。<laughs> いいですね。はいはい。<laughs> 大ですね、バ <laughs> <laughs> よかったよかった。で、清水さんもう一個後。 ピッチガイドをなんかトラししてほしいことがあるんそうそう、あのですね、これは壮大なテーマすぎて、果たしていい回答が出せるのかどうか不安なんですけど、あの、森え、遠藤選手が言ってるじゃないですか、あの、二次予選、あの、意義のあるものにし,しなきゃいけない。でもちろん、選手側はもう与えられたレギュレーションの中でやれることをやっていくっていうのはもちろん選手の立場なんですけど、うん、そこを離れた時に、 まあ前回から今回に限らず二次予選のやる意義どれだけあるのかっていう話はあったと。10-0とかそういうのはあるのかっていうところを、まあ他の方法も探っていきながら、もっとアジア全体の良い,い方法を探っていかなきゃいけないっていう、まあ選手だけでは解決できないような、あのー、何で言うか議、議事の提案もあったんですよね。うん、遠藤選手から。と思うんですよね。それはちょっと我々は考えて発信もしなきゃいけないんじゃないかなとは、 意地をコメントを選んだ時に思いましたらいやそうなんですよね。ただ、あの、シリア戦の放映権がみたいな話やってるじゃないですか。うん、逆に言うと、日本みたいな国とやるっていうのはめっちゃ儲けるチャンスなんですよね。<laughs> そういうことなんだよ、<で>つまり。はい。なので、逆にこう試合数を少しでも増やしたいっていう需要が、アジア各国の多数派のマジョリティの意見なんですよね。日本はあの数においてはマイノリティ側で、 まあ、例えば、韓国とかとは、こうね、あの同じ利害を一致して、いや、いやあい減らした方がいいよねっていうマインドになるんですけど、でも、それって多数派意見にならないっていう現実があるので、こう、日本から見ると、なんでやねんって思うことたくさんあるんですけど、アジアから見ると、いやこっちの方が得じゃんって言ってるのは選んでるだけっていう。 この、これがね、この、これありますね。はい、連盟の難しさっていうかなんかこう、うん、日本、韓国、オーストラリア、サウジとかって言っても、それいくつだ、うん、?5 個か6個かみたいな話で。うんうん、じゃあ他にいくつの国が、チームが加盟してんだって話になったら、もう連盟の論理っていうのはもうそこの数があ生命線だと思うので。 そうっすね、やっぱりね、そこを日本と対戦したいって言われちゃったらなかなか難しいんですよね。うん、だって50カ国ぐらいあるわけですよ、アジア全体でも。うん、極端な話で。40何カ国ですか、ね、はい、そうそうそう。だから、最大公約数か最小公倍数かじゃなくて。<laughs> <laughs> <laughs> でも連、アジアの連盟の人にとってみても、じゃあ一つのところが、 一部の人たちが独占的に 5, 5, 5, 5カ国ぐらいが強いままでいるよりも、そのし彼らの存在感で収入がいろんなところにあって、他のところが強化されてきたら、全体のレベルが上がるんじゃないかと。だかそうん、全体のレベルは底上げされるかもしれないけど、ワールドカップで今度はじゃ 上のね、アジアのチームが成績を残すためには、そのトップ5とかが強化された方がいいはずでっていう、そこ難しいところですよね。うん、ただ、なんかね、全体のレベルを上げるには、多分下の方をボト、ボトムアップさせていった方がいいわけですよね。うん、そうですね。だから、そのアジアのトップ5が結果出して評価されるみたいなことに、他の40カ国がプライオリティを感じないっていうところだと思いますね。うん。うん、結構出してますからね、最近ね。うん、でも全然変わろうとする気配もないから、 僕は、うん、だからね、その成長とかアジア全体のレベルアップって言葉は、ほとんどアジアの国々には響かないと思ってて、直接的な餌を与えないと彼らは絶対考え方変えないと思ってるんですよ。もうそれは何かって言われたら僕はワールドカップの出場権だと思ってます。うん、あの、二次予選を経て最終予選っていう考え方じゃなくて、もう予選を二つにして、回予選、上位予選。8.5枠あるのを1枠ぐらい回予選に上げて、<laughs> あ、それは面白いな <laughs> はい。あなたたちそこで勝てば、一枠だけど、優勝すればありますよ、みたいな。それだったら、それすごいな最終予選に日本とか、そのか、直接シードしても文句言わないじゃないですか、確かに。あ,あるね。二次予選のグループだけで、二次予選のチャンピオンは,は、一げて、で、残り7.5を最終予選で争う。そう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 。別にしちゃう、そこは。それすごいな <laughs> なんかね、なんとなく、あれですよね、あの、その、 その1枠での勝ち残ってきたチームって、多分結構ごいの7枠目でギリギリってやっとこよりも強いぐらいかもしれないかもしれない。めちゃめちゃ熱くなります。鈴木カップとかだってすごいあもちろんこれ、あの、変化としては、例えばその下リーグから上がってきた上位2つと上のリーグの下位2つでプレイオフさせるとか、まあいろんな変化系はあるんですけど、要はもう2つ作っちゃえって、下にも餌を与えるっていうところは。 日本のスケジュール改善の結構いい餌になるんじゃないかなっさん、ちょっと例 a 入ってなんか理事になってやいやっぱキーワードは俺たちの論理だけでアジア決まらないってことやっぱ、そうもう明示なきゃいけなくて気も。ヒミ<や>さん、それすごいっすよ。それ、いやいやじゃない。<laughs> めちゃくちゃ嫌いですよね。<laughs> なるほど。ちょっとい,いろいろありましたけど、カージさんなんかありますか一つ、最後。こういう課題とか、もちろんなんかこういうのをテーマにしようとか、そういうのがあったら。 そうですね。でも、やっぱり、こう、ちょっとね、あのタ、タイプみたいなのの組み合わせを、ちょっとその、はい、じゃサイドバックと、その、サイドハーフだったりとかっていうのを、あんまその固定化しないように、はちょっとなんか、こう、柔軟にしていきたいですよね。はい。結構、うん、だから、あの、こう、やっぱ固まっていっちゃうと、一番怖かったのは、やっぱその、ザックジャパンみたいな形で、もう、この、やっとさんと、じゃ香川とね、 じゃあ、長友のところで回せば、じゃあ、岡ちゃんが入ってくるよみたいなのが、こう、どん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 、こう、決定と決まっていっちゃうのは一番怖いんですよね。うん。だから、少し、こう、あのー、なんていうかな、もう、これやるとけばもう OK でしょっていうのがあったとしても、その時点の正解。だそこに、こう、固執しないで、ちょっとこう、新しい手を加えるみたいなのは、だやっぱり、その、今のところなんか、その、例えば、ドイツ戦で、ちょっと苦しくなったら、3バック、まあ、基本的には5バックになる3バックをやるみたいになってるじゃないですか。 逆にむしろ、あえて、スタートからスリーバックをやるみたいな。だから、その、モーリーニョとかが使うような、いわゆる攻撃的なスリーバックを、最初にスタートでやっていって、 で、それにからまたこう変えていくみたいな,な。ああ、じゃあちょっといきなり3バックっていのはいいかもしれないですね。はい、今まではちょっと流れを変えるために、こう3バック、5バックして、ね。そう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 。森保ジャパン。ちょっと趣旨の違う3バックをやってみるみたいなところ、はい、ありかなと思いますね。まあそれはいいかもしれないですね。ストライとしてはね。今までやらないでしょうから、この流れだと。確かに確かに。はい、それは一つテーマとしてまし、まさに森田選手が言ってたようなことで、うん、多分すごく森田選手の考えには一番合いそうな。 かわじさんの提案だったっていうことで。これ結構。あとはね、逆に思い切って森田を外すとかいやいやいや。今一応、間違いなベストのミッドフィルダーなんですけど。確かに確かにいな彼がいない中でどうするかっていうことを考えるそういうのは、 やってもいいですよね。だからうん、あの、カイさんが言ったように、今現時点でのベストは見えてる部分があるけど、まあ、それぶつけるのはアジアカップでいいでしょっていうところで、で、まあ、プラスアルファを探す、あるいは逆にね、まあ、そういう選手がいることで、下が負担になっちゃうみたいなケースもあるので、実際に。まあ、じゃあ、森田はど画までで鉄板だろうってみんな思うと思うけど、まあ、でもそういう、どうなのっていうのをやってみるとか、まあ、遠藤選手もそうですよね、今のところ、海外、うん、いないような状況だから。うん で、逆にその、なんでしょう、トップ、その時点でのトップ5、出場時間トップ5、そのワールド、カタールワールドカップ以降の選手を休ませて、あえてやってみるとか、そういうような設定もできるかもしれないですね。うん、これは結構なんか、でも清水さんの意見がすごく良かったですけど、結構いろいろ建設的な話もできたと思うこれちょっと、皆さんもそうやって考えて、<laughs> はい。どうだろうな。できたと思うけどなどうう、ね。うん。でもみんな多分ね、うん、アジアのね、うん、論理とかも、これ清水さんが言ったから、なるほどな、みたいな。 ななかまあ細かい部分でそれは不可能可能とかあると思うんですけど、ベースワイプはやっぱそこですよ。自分たちの論理じゃなくて、相手の論理を巻き込めば違うアイディアが出てくるっていうとこなんですよね。うん、確かに。これは結構盛り上がったん、ね、で、またやっても第2回やってもいいんじゃないかなぐらい、ちょっと僕はすごいいいなと思いましたので、<laughs> はい、皆さんも皆さんなりに考えてコメント欄にもしよかったら書き込んでいただいて。盛りただ,だけに盛り立てた感じですね。<laughs> ということで。<laughs> 来ました。終わったがよろしいようで、この項目はいつもの親父ギャグで 決めますということで、<laughs> これからですね、ちょっとまた次のテーマに行きたいと思いますので、はい、まずこの項目、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。